俊也くんはね、もうとにかくやっぱりみんなが思う通り可愛さですよ。まあ年下の僕が言うのもなんなんですけどね。だって稽古中でも、こう、だいたいね、まあ、つわものチームとか、あすかしチームがこうやってるのをこう、稽古場からね、こう、外から見てて、そしたら、その、ファンサをくれるんですよ、僕たち。稽古中にね。稽古中にファンサくれる。それでもキュンとしちゃって。もうみんなメロメロになってますからね。でなんかみんながそうやってやると乗ってくれるんだよね。そうだね。そうそう。だってこの間さ、真剣な歳とか、りょうくんさ、稽古場にいた時とかさ、りょうくんに言うてやるとさ、りょうくんが、あ、ちょ、まっち行けとか言うんだよ。そらするやん。めっちゃ楽しくて、それが。そんなな、男やから俺は。男が、こう成人男性から受けるファンサなんかもう恥ずかしくてしょうがない。すな。そうだからそこまで、ランブ祭で初共演、俊也くんと初共演してた坂本翔吾くんとかは、すごいな。あいつやべえな。すごいな。なんか好きになるわ、みたいな。初めて共演した人もやっぱ虜にしてしまうっていうね。